細かく大きくくる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 っとしっかりと引き手をしていただいて、顎先、耳の下ですね、乳化をしていきますね。毛穴の中の汚れとか黒ずみとかを完璧に取れるっていうことですね。やはりクレンジングをちゃちゃっと終わらせて、すぐにオイルマッサージとかマッサージに時間をかける、そのサロンの得意のマッサージがありますよね。それとか機械を使うとかではなくて、最初からクレンジングからマッサージが始まってるっていう風な切り替えを持ってほしいですね。